もピアキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、オールドガブバッツイッツトゥイストゥイスということで、これワードだけ訳すと年掴む、しかしそれは2回っていう意味なんですよ。これどういう意味かなと思ってめっちゃ考えたんだよね。そしたら説明文にさ、 This level take lot of Super Mario Maker 1 トロールレベルズ But in another new version って書いてるんですよね。ここで僕ひらめきました。スーパーマリオメーカー1の発売日2015年、スーパーマリオメーカー2の発売日2019年、ということはこのコース4年の月日をもって掴んだコースということなんじゃないんでしょうか。いや、これマジ名推理だと思わない？高評価をしてもらっていいですか？まあまあ、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.75%。 それで最初にさ、大量の矢印がドアの前にあったけど、あれ僕行かない方がいいと思うんですよ。なんで僕は右にダッシュして進みたいと。いや、一旦このさ、ハテナ叩いておこうか。チタだね。っていうことは上が正解みたいな感じなんかな。イエス絶対怪しい、これ魚なんじゃないのか。いや、なんも出ないね。上行ってみる。開幕なりもんだ。なるほどね。でも僕はこの扉に意地でも入らないよ。右にジャンプすれば進路があるわけないね。これじゃああまり気乗りしないんですけど、この扉に入っていきたいと思います。今から始まるよ。みんな見てて。僕と制作者の神バトルが、そしてあの神回いつだったっけみたいな、いつの動画だったっけみたいな、探すの大変だなみたいな。はっ余裕すぎ。なるほどね。ここは P スイッチが発動されるより前に早く扉に入ると、そしたら先に進めるっていう感じだね。うわ、嫌だよ。がしかしねえな、ここいや、今のは全然避けれる。あの、ハラちゃんは何だったんだろうね。なんかに潰れた後だったんかな。じゃあここは一旦左押しっぱ、そして針を回避。よく見てるね。じゃあここは一旦何もしないでおくよ。このブロックコインに変わんのかな。変わんないってことは、このボム兵でブロックを壊す必要があるのか。いや、でもそんなにまだ多くないよね。そしてキノコが出てきてるけど、このキノコ取っていっていいでしょ。今日全然冴えてる。めっちゃ調子いいね。この方と相性いいかもしんない。ここはハテナを叩いて右押しっぱ、そして奈落の底へレッツゴー。でこれさ、説明文に書いてあった通り、スーパーマリオメーカー1の頃に作られたコースなんだろうね、この制作者さんが。僕ね、スーパーマリオメーカー1やったことないからわからないんだけど、いや、1の頃から配信しておけばよかったなって思う。っていうか、スーパーマリオメーカー1って言うのめんどくさいから、もうスーマリでいいかな。それスーマリなんだけど、マリオのキャラクターがあるじゃん。それを100個以上、150個ぐらいだったけど変身できるんだよね。ピカチュウとかアツモリのキャラクターとかね。このバレ野郎がにも変身できるんだよね。ここはすぐ上を押しっぱっていうことだったね。やってくれるじゃねえか、マリオ。あっ引っかからないよ、僕は分かってるんだよな。こんなところに魚が落ちてくるとか。じゃあここはベッド踏んで、すぐこのちくわに乗る何やってくれちゃってんの、ベッドさんよ。これさ、一発マリオでありそうじゃない？このドアどうやって入んのみたいな。てかさ、中間ポイントめっちゃ長くない？まさかないとかそういう感じじゃないよね。いや、ここに来るまでね、3画面か4画面ぐらい行ってるんだけど、だいたい2、3画面ぐらいで中間ポイントあるんだよね。うわ、まだないの？この下行けってこと？やった、よかったちょうどいいところにいなかったね。もうちょっと村場設置しておいてもいいんじゃないのかな。じゃあここ、いや、あれ取らないでいいよ。あれはなんだもん。なんでこのフラワー取ってこの先に行く。いや、今回ぬるい気がするね。クリア率はね 0.7% ぐらいだったけど、そんなもんだったんだけど、結構ぬるぬるぬる動くね、そのリフト。それじゃあここは右のぬるぬるリフトに乗ったらさ、雲の方に飛び移らなきゃいけないと思うんですよね。多分これで合ってるよ。さあ行きましょう。いや、そんなの連れてこなくていいって。お前らは一生そこで待ってろ。ちゃんと後で迎えに来てやらないから。そしたらここはブロックの上とどっち、上行ってみる。そして土管に入れません何さ、配管工って
ていう名前持ってるじゃんか。土管のメンテナンスぐらいちゃんとしといてくれよな。じゃあここは下でいいんだよ。何もしないでこの土管の方に入れるっていう感じだね。いや、てっきり針に当たると思ってたな。ここは上のスター怪しい。うわ、どうしよう。いや絶対取れないよね。取ったら上でさ閉じ込まっちゃうもん。なんでこっちが正解だよ。そして上のフラワー取る。絶対こっちじゃない。どこだここは。入り口に戻されたのか。いやでもフラワーがあるけど、このフラワーを取ってこの土管に、あ、土管じゃねえ、ドアに入るみたいな、こっちが正規ルートなんじゃない。いや絶対めんどくせえことはやめろって。これ信頼機でしょ。いやでも、いや大丈夫、いやこれは簡単にやられるよ。もうこんなのさ待つことしかできないじゃんか。やめろって。もうそんなのさバレ、なんでいつもそんなことすんの。だいたい僕はちくわよりかまぼこ派なんだよ。そこんとこ分かって、今後ちくわブロックじゃないでかまぼこブロック作ってくれないかな。もう全然意味わかんないことばっか喋ってるんで、ここ飛ばしていいですか。でも飛ばさない。もう分かりました、ここはしゃがんだらダメっていうことだね。だってしゃがまないで上のフラワー、あ、取れないんだね。じゃあこのまま先に行っていいってこと。あれ、いけないよね。じゃあ何か、あ、チビになって上に行けみたいな。そしたらどうなるかなんだけど。あー、なるほどね。そういや、8月だったっけな、9月だったか、ちょっと忘れたけど、スプラトゥーン3が出るね。スプラトゥーン3が出たらさ、それを見る方多くなっちゃうんだろうなと思って、いや、やりたい気持ちはあるんだけど、僕絶対にできないんだよね。もう画面酔いがすごい激しくて。大事な話してるから邪魔しないでもらっていいですか。さっきのブラパでさ、どこまで話したか忘れたんだけど、飛んでたらごめんね。スプラトゥーンって本当に画面酔い激しくない？分かる方いないかな。僕他の人の動画見ても酔っちゃうぐらいでさ、ちょっと来た、待ってよ、スプラトゥーンの話をさせてよ、さっきから。ダメだねーな。そしてさ、このコイン何もしないでいいのかな。このコインがゴールへの道しるべみたいな。まだ中間ポイントに取ってないけど。これどうすればいいんだろうね。もしかしてあのチャンプより先に上に行けってことかな。もういよいよ本当にスプラトゥーンどこまで払ってたか忘れたね。だから早く上に行くと、それが正解でしょ。そして、いや、このまま下でいいよね。多分今のバネで上に行けるっていう感じでしょ。ナイスバネ、今日は友達だね。そしてこの下今なんかいたね。このベッドを蹴ればいいのか。右に蹴ってすぐ上に行ける。それはちょうど良すぎんか。完璧じゃん、制作者さん。マジで脱毛もんだよ。もうやめました。このメントを蹴ってすぐ一番上に逃げようか。そしたら大丈夫っていう感じでしょ。そしてこのフラワーを取る。そんでこっからどうするかなんだけど。なるほどね、上に行けばいいと。いや、これはミスったね。多分チビ状態じゃいけないでしょ。いや、救済措置あった、ありがて。そしてここでピースイッチを踏んで、いや、まだまだ全然、さっきからモンミス多いね。今日疲れてんのかな。いや、ここは一旦エクスプローションかばそう。エクスプローション、いや、ブブー言われたけど大丈夫。このまま右に進んでいいんじゃないのかな。いや、全然いい全然いい。時間ポイント取れてるしね、僕の勝ちだよ。こっからいろんな土管があるね。全部入れるんかな。いや、待って、ピンクコインある。嘘でしょ、ほぼかっこいいやつ。今から開始。完全にビッグコインの存在忘れてたね。一時してなかったからさ、ビッグコインをコース。でもね、入り口が7個ぐらいあったよね。でもビッグコインは4つしかないんだよね。なんでフェイクなんかな。なんかどの土管はフェイクみたいな。これ1個取れたけど、いや、このまま戻れるよね。でも中間ポイント取らせてくんないのか。連続で4つ集める必要があるっていうことだね。いや、めんどくせえ、もう。やめろってそういうの。いや、でもこれは上からいけるんじゃないの。いや、激アツ。ていうかこれ難易度的に言ったらさ、そんなどけよ魚。そうね、ここのピンコイン連続で取らなきゃいけないから、分かってるところは最後に飛ばすね。だって今1個も取ってない状態で来てるんだけど。で、難易度的にはね、そんなに難しいように作ってないと思うんだよね、ここ。そんな上のとか入れませんね。またですか。あ、ここのブロックを壊せばいいのか。そうしたらこのフ
下の方のブロックを壊してこいってことか。よく作られてんだ、ほんとこのコースは。だってこのマスターソードがあるじゃん。最小ジャンプで取って左のブロックを壊せっていうことだと思うんですよね。そしたら砲台下がるみたいな。やっぱりそういうことか。そして上のブロックも壊せば左のピンコインが回収できるっていうわけだね。さあ回収して、いや、ここも戻れんよ。あ、左から戻るのか。そしたら3つ目の土管に行けるっていうわけだね。いや、3つ目って言ってもさ、ありすぎるんだね。あ、上は入れん。この上の土管は入れないね。下しか入れないのかな。なんか線みたいなの引いてあったよね。多分そういう感じだと思うよ。それじゃあここはどうすればいいんだ。多分ね、これ蹴るんじゃないよ。かぶると思う。かぶってダメって、お願いパン様、パン様を食べないで。はい、それじゃあこのベッドは左に蹴れと。そしたら先に進めるようになるっていう感じだね。そんでまたベッドを蹴らなくちゃいけないのか。右に果てな。いや、これはもう簡単だよ。右に蹴ればいいだけじゃないの。そしたら、やっぱそうだよね。そうなると思ってました。それじゃあ先に進んでいきましょう。次でラストだね。まあ一応ピンコインはまだ回収してないんだけど、これで多分ラスト。あれ入れんよ。下のボム兵どうやって倒すんだろうね。多分あれ、なるほどね。ここでボム兵が出てピンコインが回収できるっていうわけか。じゃあ残り2つ回収してくるね。はい、それじゃあ全てのピンコインを回収して鍵を手に入れることができました。この鍵の先にはゴールが待っているんでしょうか。笑われた。いや、まさかすぐにゴールがあるとは思わなかったね。どうもありがとうございました。下の扉何だったんだろうね。ここの扉1個入ってないじゃん。もしかしたらさ、ピンコイン集めないでもここの扉に入ればゴールできたみたいな。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ2055ということで、サムネを見る感じですね、ファイヤーフラワーとスーパーボールフラワーがあると思うんですけど、ファイヤーフラワーかスーパーボールフラワーのどちらかを取らなきゃいけないと思うんですよ。テンションうぜ。ちょっと一旦カルピス飲んで落ち着いてくるね。カルピスうめ。はい、落ち着いてきました。カルピスの裏見るとビオキング抑制成分っていうのが入ってますね。というわけで早速やっていきますか。クリア率は 1.17%。 いや、どっちのフラワーを取らなくちゃいけないんだろうね。火が出る方か。それ僕考えてることがあるんですよ。多分これね、タス乗りしなくちゃいけないと思うんですよね。なんであのつららの左側ギリギリに乗る必要があると思うんだよね。最近鬼畜なタス乗りコースしたばっかりだからさ、こんな余裕だと思うんですよ。いや違うんだって。いや今のは、いや違うんだってを言うために落ちたようなもんだよ。次こそ行くから見てて。今からこればっかり見るけどいい？これ一旦右から行った方が簡単かもしんないね。こっからタス乗りしてみる。そしてタス乗りだけでフラワー取れないんだね。ちょっとそれは想定外だね。こっからギリギリ取る。そしてジャンプ。え、無理じゃね。え、どうやって取るんだろう今のフラワーを。それじゃあさ、一旦右にジャンプしてみようか。タス乗りを成功させた後右にジャンプして取る。いやでもさ、多分この方法っぽくない？攻略法が見えました。なんでファイヤーフラワーがあるじゃん、その左上を狙ってジャンプしなきゃいけないんだよ。なんでこっから右にジャンプ。なんだこんなところにファイヤーフラワー。取れないよ任天堂さん。ここのファイヤー取れないです。どうかしてるんじゃないですか。アップデートを要求します。すいません、任天堂さんも僕みたいな変なやつが実況するなんて思ってないですよね。でもさ、僕結構貢献してるんだよ。いや急なゴールでびっくりしましたけど、なるほどね。今のは左上をギリギリ狙えたからゴールできたんだろうね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。